黄色の様々な色合い黄色い花。自然界におけるフィボナッチ数の例として使われるひまわり。熟したレモンの字、黄色は基本式名の一つであり、色の三原色の一つである。ひまわりの花びらのような色。英語ではイエローという単色の一つ。波長570から585ナノメートルの単色光は黄色であり、長波長側は大色に。 短波長側は黄緑色に近づく。RGB で示すと赤と緑の中間の色。木は同義語。現代日本語では一般に黄色、黄色いと呼ぶ。これは小学校学習指導要領で使われ、母語として最初に学ぶ式名の一つである。しかし、実基本式名やマンセル色体系における公式名称は一般に黄色ではなく木である。 複合互内の形態素としては、黄緑、黄身、黄信号など、気が少なくない。カラー印刷用のインク。右側がイエロー。カラー印刷用のイエローインクは、濃いオレンジ色をしている。色料の三原色の一つがイエローと取り決められているため、イエローと呼ぶ場合、単に黄色の英語名というよりも、色料の三原色の一つとしての黄色であることを指示することが多い。 カラー印刷でのインクトナーに使われる。通常、シアンマゼンタキープレート副義族でタイやインドシナ等に自生するガンボジや、同族でインドスリランカ等に自生するガンボジノキといった各種樹木から採取される。ヨーロッパでは古くから商品として伝えられており、初期フランドル絵画に使用されたとも言われる。主として水性絵の具、揮発性ニス、金属ラッカーの用途がある。 草目スきとも言う。木肌、編集木肌であり、検疫剤や火傷の薬である。なお、木肌で染色する場合は、焙煎剤を用いず直接染料として用いる。カリヤス、編集カリヤスは、稲科の植物である。アクを、焙煎剤に用いる。ウコン、編集ウコンは、生姜科の植物である。地下系を、黄金色の染料として用いる。 焙煎剤不要の直接染料。香辛料、食品用の天然着色料としても用いられる。オーレン、編集オーレンは、金宝下科の植物である。根を、黄色の染料として用いる。焙煎剤不要の直接染料。口なし、編集口なしは、赤根科の植物である。果実を、黄色の染料として用いる。焙煎剤不要の直接染料。 食品用の天然着色料としても用いられるが、天然着色料として用いる場合は、黄色から緑、青にかけての幅広い色調をカバーする。摘み、編集摘みは、バラ科の植物である。樹皮を黄色の染料として用いる。苗板を焙煎剤に用いる。線部への着色にも用いられる。灰の木、編集灰の木は、灰の木科の植物である。葉を、 黄色の染料として用いる。悪を、焙煎剤に用いる。メギ、編集、メギは、メギ科の植物である。樹皮を、黄色の染料として用いる。焙煎剤不要の直接染料。黄色の染料の内石油から科学的に合成された、もの。代表的なものとして、アゾ系の黄色染料やピラゾロン系の黄色染料が、挙げられる。なお、黄色合成染料は、 冷気化することによって、黄色の有機顔料としても用いられる。冷気型アゾ系黄色顔料や冷気型ピラゾロン系黄色顔料は、アゾ系黄色染料やピラゾロン系黄色染料を冷気化して顔料としたものである。一般工業製品や学校で使われる絵の具などには、しばしば毒性の少ない有機顔料が使用される。 ただし一般印刷に使用されている安価な製品は、安価な赤色色素と同様紫外線に弱く、数ヶ月ほど屋外に掲示されたポスターなどは、マゼンタやイエローが退色し、青く見える。なお、霊気型の有機顔料は、水溶性を有する有色物質を電離させ、単体としての金属イオンと電気的に結合させたものである。アゾ、編集アゾキアゾが暗量は、 アゾ元を有する化合物で顔料としては顔料色素型と霊気顔料型がある。ただし高分子化するにつれ、耐溶剤性は高まる。霊気顔料型は鮮明な色素を有したい、溶剤性も有する。一般印刷用ンキや塗料、安価な絵の具等に使われている。モノアゾ、編集黄色のモノアゾ顔料の種類は多いが、外して耐溶剤性に劣る。 カラーインデックスには、カラーインデックスジェネリックネーム、ピグメントイエロー1、ピグメントイエロー3、ピグメントイエロー74、ピグメントイエロー65、ピグメントイエロー111等が記載されている。ピグメントイエロー3は、有機顔料としてはかなり以前に開発された顔料で、あるが、緑味器を呈する、比較的不透明な黄色顔料で、その色相や、コストパフォーマンスから、 重要な顔料である。ピグメントイエロー65は、日本ではピグメントイエロー83によって駆逐された傾向を見出せる顔料であるが、世界的には依然として重要な顔料である。アリライドイエローとも言う。ジスアゾ、編集ジスアゾ顔料も種類が多い。モノアゾ顔料と比較して着色力が強く、対応材性も高い。カラーインデックスには、 カラーインデックスジェネリックネーム、ピグメントイエロー81、ピグメントイエロー83等が記載されている。ジアリライドイエローとも言う。縮合ジスアゾ、編集縮合ジスアゾ顔料は、従来の不要性アゾ顔料に比べ、耐光性、太陽材性などが高いが、生産コストも高い。ジスアゾ縮合とも呼ばれる。具体的には、ピグメントイエロー93、 ピグメントイエロー94、ピグメントイエロー95、ピグメントイエロー128、ピグメントイエロー155、ピグメントイエロー166がある。ピグメントイエロー94は生産終了。ピグメントイエロー128は現行最も緑味の縮ジスアゾ顔料でインクジェットインキ等にも使用される実績のある透明性が高い割に鮮明な顔料である。 ピグメントイエロー155はピグメントイエロー17に近い色相を備えた鮮明な黄色顔料である。耐久性が高く塗料、インキ、プラスチックなど様々な分野で使用されている重要な顔料で色相や物性の異なる様々な製品が流通している。塗料分野では高い隠蔽性を備えた製品が使用されていて耐候性はかなり優れている。 印刷ンキ用としては、透明タイプも隠蔽タイプも使用されているが、透明タイプは流動性に難がある。単に、ジスアゾ顔料にも分類されることもある。ピラゾロン、編集ピラゾロンケーキは赤みの強い黄色系統の顔料である。カラーインデックスジェネリックネーム、ピグメントオレンジ13、カラーインデックスジェネリックネーム、ピグメントオレンジ34がよく使用される。 霊気型ピラゾロン系黄色顔料として、タートラジンイエローがある。色合いは、美しいがたい、光性に難がある。そのため、あまり普及していない。ベンツイミダゾロン、編集ベンツイミダゾ、ロン顔料は、近年重要性が高まっている。アゾ顔料で、その中でも特に重要なのは、ベンツイミダゾロン系、モノアゾである。具体的には、ピグメントイエロー151。 ピグメントイエロー154、ピグメントイエロー175等がある。ベンツ意味だぞ、ロン顔料のうちで赤身のものは橙々色を示すが、それほど優れた顔料ではない。具体的には、ピグメントオレンジ36、ピグメントオレンジ72がある。キノキサリン、編集キノキサリンキノキサリン顔料としては、ピグメントイエロー213がある。 ピグメントイエロー175のベンツイミダゾロン元をキノキサリンジオン元に置換した構造である。つまり、ピグメントイエロー175に炭素原子1個、酸素原子1個が追加された分子構造のモノアゾ顔料である。分子式は C22H19N5O8 で、分子量は約4 8 1ム、モル。色相は、 ピグメントイエロー175より赤みで、ピグメントイエロー154より緑味であり、幾分緑味の黄色を呈する顔料である。濃色ではピグメントイエロー154よりも不透明で、単色では着色力の強さが際立つ。耐久性に関しては全面的にピグメントイエロー154と同等以上で、ピグメントイエロー154の弱点である。 体溶剤性と体、オーバーラッカー性を格段に向上させている。現在はまだ黄色顔料としては効果である。絵のメチルピロリドン中で加熱して製造される。アゾメチン、編集、移民、シフフ塩基も参照アゾメチン顔料は、シフフ塩基そのもの、あるいはシフフ塩基の一部を置換した構造、特に移民を分子構造中に有する顔料。金属錯体顔料。 編集、作体も参照バルビツールさん、ニトロ素キ金属作体顔料は、高い透明性と濃色と単色の色差が特徴で、あるが、サイドの低さなどから市場性が限定的であり、比較的短期間で生産が終了したものもある。具体的には、ピグメントイエロー117、ピグメントイエロー129、ピグメントイエロー150、ピグメントイエロー153が、 カラーインデックスに記載されている。ピグメントイエロー117とピグメントイエロー129は、濃色では、いわゆるオリーブ色で、単色は緑味器である。ピグメントイエロー129は、ピグメントイエロー117に類似した構造の顔料で、ピグメントイエロー117よりは、幾分鮮やかである。ピグメントイエロー117は、バスフの製品であったが、 生産終了。ピグメントイエロー150は、濃色では低彩度で低明度の赤み木であり、単色は不鮮明な中木である。チタンジロとの併用で、レモンイエローになると表現されるが、実際には、レモンイエローと呼ぶには随分赤みであり、幾分宣伝的な表現である。ピグメントイエロー150は、二つのバルビツール酸の炭素と化合している水素原子2個を、 アゾモトで痴漢した構造、言い換えると、二つのバルビツール酸を、アゾモトで加強した構造のニッケル作体顔料である。関連する合衆国特許は、ユナイテッドステーツパテント3869,439である。ピグメントイエロー153は、濃色ではやや暗い黄体が色を呈し単色は赤みきである。濃淡にかかわらず、 発色が重くやや不透明で曇りがある。サイドは比較的高いが多くのアゾがン量ほどの明度の高さはない。色相、粒度、外観正常、透明性などいくつもの理由からプロセスカラーには適さない。ニッケル錯体ガ量で窒素原子と酸素原子が加合した箇所が多く複数の構造式が知られている。構造中にニトロサモトを有する。 キノフタロン、編集無水フタル酸黄色顔料のキノフタロンイエローは1968年に開発された。無水フタル酸とキナルジンから合成される顔料でフタロシアニン顔料に匹敵する高い健牢性を備える。効果であるためあまり普及していない。カラーインデックスにはカラーインデックスジェネリックネームピグメントイエロー138が記載されている。イソインドリノン 研修、イソインドールも参照イソインドールイソインドリノン。顔料は、イソインドールの五因間を構成する炭素と、化合している水素1個を酸素で置換し、もう一方の水素を脱落させた構造として、説明可能な、イソインドリノン骨格を有する顔料である。具体的には、ピグメントイエロー 109, ピグメントイエロー110、ピグメントイエロー 173, ピグメントオレンジ61がある。 傾向を発するが不安定なイソインドールを塩素の導入などによって耐久性を改良した顔料シリーズである。ピグメントイエロー173は最も緑味で透明性が高い。導入されている塩素原子は一分子あたり2個。これ以外のピグメントイエロー 109, ピグメントイエロー110、ピグメントオレンジ61に導入されている。 塩素原子は一分子あたり8個で、高塩素含量である。ピグメントオレンジ61は、構造中に、アゾトを有する。イソインドリン、編集イソインドリン含量は、イソインドールの五因間を構成する炭素と、化合している水素2個を炭素で置換した構造として、説明可能な構造を有する含量である。現在までに、 対称性の高い分子構造の顔料は存在していない。具体的には、ピグメントイエロー 139, ピグメントイエロー 185, ピグメントオレンジ 66, ピグメントオレンジ 69, ピグメントレッド260がある。ピグメントレッド260は構造中にシフト塩基を有する。アントラキノン、編集アントラキノン黄色のアントラキノン系の顔料として、 カラーインデックスには、カラーインデックスジェネリックネーム、ピグメントイエロー24が記載されている。このフラバントロイエローは、1901年に開発された。アントラキノンの一部を置換した構造を備えた、顔料であり、アントラキノン顔料に分類される。摂二260度まで安定である、耐熱性、希釈時の耐、光性が際立っている。色数が乏しく高価であり、 用途は限定的である。現在は製造中止。色合いや体、光性、被覆力などの性能から有機顔料では代替できないものがある。毒性が強いものもある。オード、編集世界中で極めて古くから使用されてきた黄色顔料で、フランスやイギリスで良質のものが産出する。いわゆるシエなどの素性はオードとほとんど同じで類似している。 水和酸化鉄 FE2O3H2O を主たる発色成分とし、計算アルミを含有する。様々な成分による自然な色合いに特徴がある。色合いも多様であるが、いわゆるオード色を呈すると言って触りない。毒性のない黄色無機顔料として知られ、有機顔料が使用できない用途での使用がある。カラーインデックスジェネリックネームは、天然オードが、 ピグメントイエロー43で合成オードがピグメントイエロー42である。コバルトコー、編集詳細はヘキサニトロコバルト酸カリウムを参照コバルトキはガンスや硝酸第二コバルトカリである。サイドが高く健牢で黄色の無機顔料の中で唯一透明である。対、光性はあまり高くない。オーレオリンの名前で絵の具として使用されている。 カラーインデックスジェネリックネームはピグメントイエロー40である。ただし、困るときによらないオーレオリンも存在する。このように、絵の具の名称から顔料の蘇生を測断することはできない。黄色複合酸化物が暗量。編集チタンマイナスニッケルマイナスアンチモン酸化物。チタンマイナスニッケルマイナスバリウム酸化物。チタンマイナスクロムマイナスアンチモン酸化物。ジルコニウム。 マイナスバナジウム酸化物などは、黄色を呈する複合酸化物顔料である。複合酸化物顔料とは、複数の金属酸化物を混合し、摂氏1000度以上の高温で焼成した顔料である。複合酸化物顔料は着色力が小さいものの、耐熱性、耐光性に優れる。セラミックや耐熱塗料に使用される。焼成顔料とも呼ばれる。体系、 編集黄色のチタン系顔料は、下系のものが知られている。チタンマイナスニッケルマイナスアンチモン酸化物。編集詳細は、ニッケルチタンイエローチタンニッケルアンチモン器用、酸性レモン調の極めて堅牢な顔料。チタン、ニッケル、アンチモンの酸化物雇用体。安全な無機顔料として知られている。1950年代に USA で製造されるようになった。 カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー53である。チタンマイナスニッケルマイナスバリウム酸化物。編集詳細は、ニッケルチタンイエローチタンニッケルバリウム機を、参照サイドの高い緑味がかったレモン調の顔料。チタンマイナスニッケルマイナスアンチモン酸化物、同様安全な無機顔料として知られている。カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー157である。 チタンマイナスクロムマイナスアンチモン酸化物。編集詳細は、クロムチタンイエロー TICRSB 系を参照鮮明なオード色といった色合いの顔料。クロムを含む黄色顔料ではあるがクロムが6価ではなく3価の状態になっており、クロム化合物であるが、現在使用されている安全性の高いクロム系顔料同様、安全な顔料として知られている。カラーインデックスジェネリックネームは、 ピグメントブラウン24である。チタンマイナスクロムマイナスニオブ酸化物。編集詳細は、クロムチタンイエロー t i c r n b k を、酸性チタンマイナスクロムマイナスアンチモン酸化物。同様クロムが酸化の状態で含まれる金色顔料で、あり、クロム化合物であるが、安全性の高い顔料として知られている。カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー162である。 チタンマイナスクロムマイナスタングステン酸化物。編集詳細は、クロムチタンイエロー TICRWKO、参照チタンマイナスクロムマイナスアンチモン酸化物や、チタンマイナスクロムマイナスにオぶ酸化物同様クロムが酸化の状態で含まれる黄色顔料であり、クロム化合物であるが、安全性の高い顔料として知られている。カラーインデックスジェネリックネームは、 ピグメントイエロー163である。バナジウムジルコニウムコ編集詳細は、バナジウムジルコニウム機を参照ジルコニアに、バナジウムイオンを雇用させて製造される黄色顔料で、セラミック顔料として使用される。カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー160である。バナジウムスズキ。編集詳細は、バナジウムスズキを参照参加鈴にバナジウムイオンを雇用させて、 製造される黄色顔料で、セラミック顔料として使用される。バナジウムジルコニウム機よりも色調が鮮やかである。カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー158である。ビスマスバナジウムコ編集詳細は、バナジン酸ビスマスを参照ビスマスの化合物と、メタバナジン酸アンモニウムを反応させて製造される、黄色顔料で、ビスマスのバナジン酸塩である。 ビスマスキとも呼ばれる。鮮やかな色調を持ち耐熱性に優れた毒性のない黄色向き顔料であることから、鮮やかな色調ながら毒性が強くなおかつ発色と効果の面で黄色有機顔料による代替を許さなかったカドミウム期の代替品として使用されることがある。カラーインデックスジェネリックネームはピグメントイエロー184である。プラセオジムコー編集詳細は プラセオジムイエローを参照ジルコンに4化のプラセオジムイオンを雇用させて製造される黄色顔料でセラミック顔料として使用される。黄色の無機顔料の中では安全性が高く、近年は絵の具にも使用されている。意識をおっメント、編集詳細は意識を参照黄色を呈する硫化基素で各地に参するが毒性があり、その供給に限りがあり今日では帰り見られない。 純度の高いものは、輝きのある、咲いたレモン色を呈する。古賀にあっては、荒粒で用いられ、現在でも豊かな黄色を保っている。しばしば、近い関係にあるリアルガーを含んでいる。プリニウスやビトルビウスが言及している。古典時代に使用された顔料である。ドビルトの調査によれば、オランダ及び、フランドルの絵画には一例も使用がない。これは、鈴から鉛から。 木の登場によって不要になったからだと考えられている。カラーインデックスジェネリックネームはピグメントイエロー39である。鈴から鉛、鉱、編集14世紀においてもわずかに使用されたが15から17世紀に使用された顔料である。17世紀のナポリ機の出現により忘却され、かつてはナポリ機と混同されていた。 1940年デルナー研究所のヤコビ博士のスペクトル分析によって再発見されるまで様々な文献にも現れない隠蔽力に優れ、油性バイ材、水性バイ材とも馴染む。ミツガ田草マスコット、編集ミツダゾ草、マシコット、金ミツダリサージは共に黄色を呈する一酸化鉛の故障である。塩基性炭酸鉛を長時間高温で加熱すると、 黄色の一酸化鉛が得られる。かつてはヨーロッパ絵画に使用されたと言われているが、自然科学的方法で調査すると鈴から鉛から木である。日本においては放流時壁画に使用された。塔から日本に三だ像が伝わり乾燥促進剤として使用された。ナポリッキ、編集種成分はアンチモン酸鉛。イタリアのベスビオス火山で得られたとされる。 カラーインデックスジェネリックネームはピグメントイエロー41である。絵の具のネープルスイエローは名前として残る。ただし、セラミック顔料のネープルスイエローは本物のアンチモン酸鉛が使用されている。クロム酸系、酵、編集応援、ジンククロメート、バリウムクロメート、ストロンチウムクロメート、カルシウム気等のクロム酸塩からなる黄色顔料。 六角クロムを含むため毒性が強く、また対、光性に弱い上硫化水素により黒変するといった欠点がある。クロム酸系機の内応塩とジンククロメートは2000年頃までは錆止め塗料や黄色塗料に大量に使われていたが、毒性や環境問題から使用が制限されてきている。例えば自動車用塗料ではすでに鉛や六角クロムを含む顔料はほとんど使用されていない。 また、日本塗料工業会でも、自主規格、JPMS26 を設け、塗料中の鉛を減らすように動いている。バリウム鋼編集詳細は、クロム酸バリウムを参照バリウム機は、クロム酸バリウムで、単力機の顔料で、クロム酸カリウムと塩化バリウムの溶液から作る。塩化バリウムが塩化ストロンチウムに置き換わる以外は、ストロンチウム機と同じ製法である。 1809年ボークランは、クロムサンバリウムの製法を発表したが、これはこの顔料の最初の記録である。バライタイエロー、バライトイエロー、レモンイエローとも言われる。カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー31である。ストロンチウムコ、編集詳細は、ストロンチウムクロメートを、参照単力機の顔料で、クロムサンカリウムと塩化ストロンチウムの溶液から作る。 塩化ストロンチウムが塩化バリウムに置き換わる以外はバリウム機と同じ製法である。ウルトラマリンイエローの名称も持つがウルトラマリンとは無関係。クロム酸ストロンチウム、ストロンシャンイエロー、レモンイエローとも言われる。カラーインデックスジェネリックネームはピグメントイエロー32である。カルシウム項、編集詳細はクロム酸カルシウムを参照クロム酸カルシウムを 主成分とする、黄色顔料。カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー33である。応援クロームイエロー、編集詳細は、応援を、参照応援は、クロム酸鉛を主成分とする。LN ボークランは、改装録の1909年の欄において、クロム酸鉛の製法及び性質を記している。そして八百十八年に大量生産が、開始された。 かつて塗料に大量に使用されていたが、最近は毒性を考慮して使用が減少している。極編する。ジャック・ルイ・ダビットは、この顔料のパレットへの採用に関して保守的だった。フィンセント・ファン・ゴッホがよく使用したことも知られている。ゴッホの黄色が独特の色合いをしているのは、応援。カラーインデックス・ジェネリックネームは、ピグメント・イエロー34である。アエンキ。 編集詳細は、ジンククロメートを参照クロム酸亜鉛、クロム酸、カリア塩、塩基性クロム酸亜鉛による顔料などを亜鉛基と呼称する。ジンクイエロー。レモンイエローとも言われる。カラーインデックスジェネリックネームは、ピグメントイエロー36である。カドミウム5。編集詳細は、カドミウムイエローを、参照素性は硫化カドミウムもしくは、硫化カドミウムマイナス硫化鉛である。 カラーインデックスジェネリックネームからは、カドモポンキであるか否かは判別できない。ただし欧米では、カドミウムキでも、毒性の高いピグメントイエロー37ではなく、ピグメントイエロー37よりは、毒性が弱いピグメントイエロー35に代替されている。単色は、単色のビスマスバナジウムキにも似た色合いであるが、濃色のカドミウムキは、濃色のビスマスバナジウムキでは、 到底及ばない、高彩度で不透明性の高い無機顔料である。堅牢性は複合酸化物による黄色顔料の方が高いが、色合いではカドミウム機が優れる。有毒で高価であり、なおかつ絵の具以外ではカドミウム機と似た色調で、なおかつ毒性のない黄色無機顔料である、ビスマスバナジウム機に代替されているため、今日では油絵具や水彩絵の具を除いてほとんど使われない。 他方、絵の具においては、戦術の性質から人気が高く、カドミウム機の優れた特性を全面的に備えた代替物は存在しない。したがって、代替顔料は、カドミウム顔料が持つ、優れた特性を必要としない場合にこそ進められる。また、世間では、カドミウム化合物が、環境に及ぼす影響を懸念する声が一部、存在するが、絵の具メーカーが使用する。 カドミウム顔料は実用において他の物質に溶け出すことはない。踏切に使用される警戒色内燃除雪車 DSB1K 黄色は視認性の高い色で特に黒との組み合わせは非常に目立つコントラストとなる。この黄色と黒の組み合わせを一般に警戒色と呼び交通標識や軽自動車のナンバープレート、鉄道の踏切、工事現場、 各種工場などで多用される。警戒色としての黄色と黒の組み合わせは、太陽の色である黄色と闇夜の色である黒を組み合わせることで、視認性を高めている。俗に、トラマークとも呼ばれている。日本海海戦のロシア艦隊は、煙突を黄色と黒に塗り分けており、日本艦隊にとって視認しやすかったと言われている。また、蜂の退色も、黄色と黒の組み合わせであることが多い。 これは、蜂は毒針で刺す能力を持つ自分を、視覚的に他の動物に印象づけることで、外の動物が避けてくれるようになる効果を持つと言われており、これを生物学の分野でも、警戒色という。ちなみに、アブやカミキリムシの一部など、擬態のためにこの体色となる生物も、少なくない。このように、黄色は暗いところでかなり目立つ色なので、交通安全には、 羊の色であると言える。特に小学生が峠工事にこむる通学帽や幼稚園児の通園バッグや児童用の雨傘には黄色一色が用いられることが多い。カッパやヘルメットにも黄色一色が用いられることも多い。関連してアメリカ合衆国のスクールバスの多くは黄色に黒帯のカラーリングを採用する。ありがとうございます。